じゃあ両手取り、パッと詰めて、今度はこっち切ります。でスッと入って、止めました。十字で受けた。千鳥に腰をパッと切った。相手の体が崩れたこの間に自分がスッと入っていきます。ここで担げますから、でそっと外して前やってやったら、まあ、前回りでも大丈夫やで、前回り受け身でも大丈夫ですから、はいね、体の中心をこっちへずらせる。いいですか。膝が外を向く。千鳥足っていうのは浜辺をこう鳥がねペタ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 この足の、足跡がついて、それがこうどこ行ってるかわからんような、足がこうバラバラに動いてる、まあ、互い違いになっている、こういうのをまあ千鳥足っていうんですけども、足をすっと出して、この足の向きが千鳥足と思ってらっしゃる方が多いかもしれません。ではないんです。千鳥足の本質は腰が回る方向に膝が向くんです。分かりやすく体の中心に短剣を当てました。相手をこうついてます。この短剣がこっちを向く。その時に足がこうなって、膝がこっちを向くからつま先も当然こっちを向く。で腰はここからここを向いてます。これが千鳥足。さっきと何が違うかというと、さっきはここからこういうふうに腰の中心の軸の移動が伴いました。今は軸はほぼ移動してない。その場で相手を方向を変えて崩すことができます。いいですか。刀をついたやつをビュッとこう切れます。腰で切れるんです。この位置で回転して切れる。これが千鳥足です。いいですね。かけ手で取って十字で中心を攻めて腰を切ります。その場で腰を切ります。間に入って担いでそのままそっと下ろしてあげてください。上手の方に切った方が強いですから、足が変わりますけど、はい、それがね、こういった時にこっちを抜けていったので、この場でここを切っていくということは、この詰めたのがこっちへ行くんだよ。ここなんで、ここが新たにそこに入る。初めはな、でこうやろうとして違う。そうや、それやったらおお、そうや。で、そーっと入る、もう入るだけだよ。そう、持ち上げようとか思わへん。そこにスッと入るわけ。相手を攻める。そう、で、しゃがむ。で、そーっと回ってもらう。そう。いいんじゃないですか。はい、今だったら。そして、十字に入れるっていうのは自分の手首。さっきやったように自分の手首を十字にしてます。そうすると何がいいかというと、自分の体の真ん中で、相手を攻めてるんです。いいですか。ちょっと見てると十字受けをせなあかん言うて、ここでこうやって一生懸命こうやってるんです。これは相手を攻めれてないんです。いいですね。相手を攻めるんです。この時は何か、これは何かというとですね、これはどういうふうに考えればいいかというと、刀を考えてみてください。刀で相手に対してこうバッとこう構える時に、ビュッと構える時にこうは構えませんよね。やっぱ相手に向かって骨盤の上にまっすぐ乗ってビャッとこう切るはずです。構えるはずです。これが十字受け。基本的にはこれが5、5、5を合わせてキュッとこう正眼に構えます。これをより分かりやすく中心を取るために十字受けにしてるんです。いいですか。ですから伸ばしてください。伸ばした上で、はい、次もう一回、じゃあこのこともやってください。腰を千鳥をすることによってガッと伸ばして相手を西岸に相手を取っているこの刀を腰を切ること、千鳥で腰を切ることによって切ってます。この位置でバッと切ってるんです。でこれがちょっと見てるとやっぱりどうしても腰を切るというかな、方向を変えることを意識しすぎてこうなってるんです。相手から切っ先がこう離れていってます。これだと相手はこれだとしんどくないんです。相手肩から力を抜けたの見えましたでしょうかね。十字に受けたら千鳥相手をパッと切ります。そうすると今相手の体がさらに辛くなったの分かりますか。こういうふうに切ってほしい。刀を千鳥で相手の方に切り込んでください。今いくつか言いました十字受け、刀の構え、腰を切る、相手に切り込む。これでもう一回やってみましょう。伸ばしてやった。そう、肩に打っていただいて、しゃがみます。そーっとしゃがんで、5、6、回すんじゃないですか。